フェルギナントリース、フェルギナントリース、ファーディナンドリース、1784年11月29日受選から1838年1月13日は、ドイツの作曲家、ピアニスト、指揮者、ベートーベンのピアノの弟子であり、晩年に、死の回想録、ルートビヒバンベートーベンに関する覚書きを執筆したことで知られる。 ピアニストとしてキャリアをスタートし、中世にわたり作曲家として活動。公共曲、ピアノ競争曲、ピアノ曲、室内楽曲、オペラ、オラトリオなど、未出版作品を含め、約300曲の作品を残した。作品の多くは死後に忘れ去られていたが、近年、急速に録音が進み、研究活動も活発化している。 ベートーベン作品に強く影響を受けた古典派様式から出発し、初期ロマン派からロマン派に至る作風を呈している。新生ローマ帝国ケルン大主教領、現ドイツ領の本において、父フランツ・アントン、母アンナ・ゲルハルディーナ、ホルスト、旧姓の長子として生まれ、1784年11月29日、聖レミニウス教会で洗礼を受けた。スケは、 祖父、ヨハネスの代から、ケルン先帝校に仕える、宮廷音楽家一族であった。同じく宮廷音楽家の血筋であるベートーベン家とは、代々、同じ職業集団に属し、同じ界隈に教を構え、同じ境遇の中で数世代を共に歩んできた関係である。ベートーベンとリースの生育環境に関して、大きく異なる点があるとすれば、一点目は父親である。 リースの父のフランツ・アントンは、宮廷楽団のコンサートマスターを任されたほどの優秀なアイオリニストであり、また、イルミナティ、読書会及び後年のフリーメイソンなど、ボンの街のリベラルな文芸、思想グループの中心メンバーであった。アルコールに溺れて、宮廷テノール歌手の職を解雇された、ベートーベンの父とは対照的な人物であった。彼は、少年期のベートーェンにバイオリンを教え、 ベートーベン家の金銭管理を代行するなどの支援を行った。二点目は14歳という年齢差がもたらした歴史的事件の影響関係である。長男であるリースは宮廷音楽界一族の後継者として音楽の初期教育を受ける。父からバイオリンとピアノベルンハルト・ロンベルクからチェロを習い、11歳の時には父の誕生日のために弦楽師重奏曲を作曲した。 ところが、1789年のフランス革命に、続き、1794年に、フランス革命軍がボムを占拠すると、宮廷は解体。これにより、父は宮廷音楽家の職を失い、リース自身も将来のキャリアを断たれてしまう。父は、教師の仕事や修税理、農業の仕事などで家計を維持しながら、息子に音楽の勉強を続けさせ、 1797年にはアルンスベルク在住のオルガニストに指示させた。これはリースの後の旅行人生の意志となる経験ではあったが教師は能力に欠けており、最後にはリースの方が彼にバイオリンを教えるという不毛な結果に終わった。一方、すでに成人していたベートーベンはフランス軍の選挙直前の1792年にウィーンに旅立ちピアニストとして 成功を収めていた。ボンは戦争によって非常に荒廃したので、これからは他の場所で勉強を続けさせるべきであると判断した。父はかつての弟子である彼を頼る形で息子をウィーンに送り出すことを決意した。ベートーベンのウィーンへの旅が小学であれど先定校からの支援に基づいていたのに、対しリースの旅は経済的に苦しいものであった。彼は 途中のミューン編で、出来高生の社府の仕事をして、不足した旅費を自力で工面し、通説では1801年秋にウィーンにたどり着いた。ウィーンよりパリの方が良いのではないかというベートーベン自身の当初の助言もあったものの、結果的にリースはピアノの弟子として受け入れられた。彼は単にピアノのレッスンを受けるだけではなく、演奏会の補助や、 出版の交渉などのマネージャーのような仕事を与えられ、リヒノフスキー公爵やブローネ伯爵といったベートーベンのパトロン貴族の前での演奏も任された。これらの一連の活動は、リースのフリーランス音楽家としてのキャリアの土台を作るとともに、健在化しつつあったベートーベンの難聴をフォローする役目も担ってた。1八百四年七月十九日にはアウガルテンのホールにて、ベートーベンの ピアノ競争曲第3番を再演し、コンサートピアニストとしてのデビューを果たす。リースは、死に禁じられた難度の高い自作家電車を、土壇場で引きこなし、彼を喜ばせた。この時期のエピソードは、彼が晩年に執筆した、ルートビヒバンベートーベンに関する覚書に詳しい。詳細は、後実項目、ルートビヒバンベートーベンに関する覚書を称。 1805年11月頃、ボンの占領を続けていたフランス軍から徴兵されたため、指定生活は突如終わりを告げる。リースは不本意ながら、ラインラントに舞い戻り、コブレンツで徴兵検査を受けるが、幼少期の天然痘の影響により、固めの視力を失っていたため、結果として、兵役を免除され、故郷のボンで約1年を過ごす。 同郷の音楽出版社であるジムロックにより初出版作品二つのピアノソナタアップ1が世に出されたのがこの頃である。リースは短期間ではあるがウィーンでアルブレヒツベルガーに支持してり、すでに作曲の基礎は学んでいた。ベートーベンへのフランス語の拳字が付けられた同作は一般音楽新聞で大きく紹介される。これ以降、リースの作曲活動は盛んになり、 初期の完成作の多くは、ジムロック社より出版された。この時期には他に、6つのドイツ語歌曲アップ、7、カンタータ朝ア,アップ、27、初のピアノ競争曲である、ピアノ競争曲第6番アップ、123などが作曲された。また、父もメンバーの一員であるボンのフリーメイソンに入会し、メイソンの祝典ボンのロッジのための歌曲アップ。 十四から二などの作品も手掛けた。1807年初頭、さらなるキャリアアップを目論み、リースはパリに旅立った。当時のフランスは戦勝により活気づいていたが、演奏活動は愚か教師の仕事さえ見つけることができず、苦境に陥ってしまう。しかし、それでも、二つのバイオリンソナタアップや幻想的ソナタ風運アップ2六など、 初期の代表作を含む約25作が書かれた。また、現地の地域からロシアでの音楽活動を提案され、これが数年後に実現されることになる。1808年8月27日、リースは3年ぶりにウィーンに戻り、ベートーベンと再会する。彼がサイドウィーンを訪れた理由は明らかではないが、職を求めていた形跡がある一方、 作品の多くを東欧やロシアにルーツを持つベートーベンのパトロンに検定しており、すでに東方への演奏旅行の準備を行っていた可能性も考えられる。ウィーンでの再度の滞在は長くは続かなかった。1809年5月13日にはナポレオンがウィーンに無血入場。今度はオーストリア軍からの徴兵という危機に瀕し、またもウィーンから離れざるを得なくなる。 これがベートーベンとの根性の別れであった。一旦ボンに戻った後、父、フランツ・アントンと共に、ボンの冬のコンサートを開催。彼の唯一のバイオリン競争曲、アップ24が父によって演奏された。公共曲第1番アップ23、ピアノ競争曲第4番アップ115といった対策が書かれたのも、この時期である。その後、カッセル、 ハンブルクを経て北欧からロシアの大演奏旅行に出発する。ロシアへの遠征は当時の音楽家にとって定番のコースであり、戦時にあっては安全圏への脱出という意味合いも強かった。ところが戦局の急激な変化によりリースの旅行は波乱万丈のものとなる。乗っていたストックホルムからトゥルク行きの船が主役船に拉致されるとう被害にあったほか、リガ ビーチプスク、キエフをめぐり、モスクワに向かおうとしたオリシもその時、ナポレオンのモスクワ遠征と遭遇し、寸でのところで、ペテルブルクに逃れる。後にハルモニコン氏に、少なくとも4度、フランス軍に襲われた男と書き立てられることになる、4度目、が、まさに、このモスクワでの鉢合わせであった。それでもなお、リースは、音楽活動のための新天地を求め、ストックホルムを経由して、 ロンドンへ、そして多分アメリカへ行くだろうと手紙に書き残している。最後のアメリカという言葉がどこまで真意であったかは不明であるが、ストックホルム、ロンドンへの訪問については早くも翌年に叶えられることになる。リースは1813年初頭に再びストックホルムに戻る。2月にはスウェーデン王立音楽アカデミーのメンバーに選出され、3月14日には リースの最大の出世作といえるピアノ競争曲第3番アップ55を演奏。数々の大きな成果を主柱にしていった。この大コンサートツアーの工程の一部には、旧市であるチェリストのベルンハルト・ロンベルクが同行していた。3つのロシア歌曲の変奏曲アップ72、スウェーデンの国民歌による変奏曲アップ52ほか、 旅中での演奏機会を起都した作品が非常に多く見られる。1813年4月末、ナポレオン戦争の終結が半年後に迫る頃、リースはロンドンにたどり着いた。ロンドンは戦争への投資で経済的に疲弊していたが、一方で、すでに戦後の産業文化の躍進を予感させる動きが起き始めていた。音楽業界で言えば、出版社や、 ピアノメーカーの成長、新たな音楽協会の創設などが挙げられる。リースは11年間の滞在の中で、これらと密接な関わりを持った。彼のロンドンでの音楽活動の基盤を作ったのは、同郷の出身で、父の死であるザーロモンである。かつて、ハイドンを招聘した有名プロデューサーである彼の助力により、リースは1814年3月14日に、 ロンドンデビューを飾り、翌年には彼が創設者の一員であるロンドンフィルハーモニック協会、現ロイヤルフィルハーモニック協会のディレクターに就した。これを契機にリースは計6曲の公共曲を作曲し、定期演奏会では主にアット・ザ・ピアノ・フォルテ、ピアノの前での補助式のポジションについて演奏を導いた。また、ピアノ曲や室内楽なども数多く手掛け、 1820年代前半には、その人気は国内外で頂点に達した。教会の同僚には、先のザーロモンをはじめとして、クレメンティア・クラーマーのように、音楽ビジネスマンとして成功を収める者たちが数多くいた。こうした気風の中で、リースもまた、作曲、演奏活動のみならず、同郷の音楽家のロンドン商兵事業に携わった。 1820年には、シュポアを招聘することに成功。旧市ベートーベンを招聘する計画は頓挫するが、それは結果として、公共極第9番誕生の契機を生むこととなった。また、ハンマークラビエやソナタをはじめとした、ベートーベンの数多くの作品の出版と普及に貢献した。このような一連の活動及び、上流階級のコミュニティや王立音楽アカデミー、 1822年創立でのピアノ教師の仕事に加え、彼のロンドンでの社交、経済生活を支えたのが、ゴルトシュミット、ゴールドスミス家をはじめとする複数の銀行家や商人の一族であった。私生活においては、1814年7月25日に、イギリス人女性のハリエットマン人ンと結婚、同地で二女一男を設けた。だが、イギリスの音楽業界は、 資金は潤沢であるが、更新的かつ保守的であり、また、イギリス人と外国人の対立が絶えない環境であった。リースも、1820年には、教会内部の争いに巻き込まれ、1821年にディレクターを辞任。経済的な蓄えは、すでに十分であったため、ボンへの帰郷を決意。1824年5月3日のお別れコンサートにて、 ピアノ競争曲第7番アップ132を演奏した後、祭子と共にロンドンを離れる。リースの帰郷は故郷で歓迎され、地元紙のケルン新聞にその方が書き立てられた。ボン郊外のバート・ボーデスベルクの父の家を購入し、家族と移り住む。この地は、いわゆるイギリス人指定のグランドツアーの訪問地の一つに数えられ。 ロンドン生活を終えたばかりのリース家にとっては、ふさわしい土地柄であった。しばらく引退生活を送るかたわら、リースは、ニーダーライン音楽祭の音楽監督に就任。1825年5月22日には、旧市ベートの公共局第9番を自身の指揮により再演した。ニーダーラインの都市、アーヘン、デュッセルドルフ、ケルン他に、大きな経済的、 文化的効果をもたらした、この音楽祭は、メンデルスゾーンとの持ち回りにより開催されるようになり、彼は、死の前年まで、音楽監督を務めた。この時期に書かれた対策としては、ピアノ競争曲第8番、ラインへの挨拶アップ、177がある。しかし、未婚の定枚や父と、5歳一家への経済的援助、また、多額の再建を取引していた。 ゴルトシミット校の破産により、生活は当初の予想ほど安泰なものではなくなっていた。わずか3年で、リースは故郷を後にし、祭子と共に大商業都市であるフランクフルトアムマインへ移住した。1827年4月初頭、シベートーベンがウィーンで亡くなった直後であった。フランクフルトでの最小かつ最大の収穫はオペラの成功である。 バート・ゴーデス・ベルク在住時より構想されていた処女作オペラ盗賊の花嫁は大本作家との意見の不一致で制作が難航したものの1828年10月15日にフランクフルトで初演され大成功を収めた。死のフィデリオと同じく救出オペラの筋を持つこの作品はドイツの諸都市で再演を重ね早くも1829年7月15日には ロンドンで英語版が上演された。このオペラの成功、及びニーガーライン音楽祭での第9夜、ヘンデルやハイドンのオラトリオの指揮の経験がリースを声楽ジャンルの開拓に導いた。オペラ3作、オラトリオ2作がこの最後の10年間で作曲されている。国外への活動も精力的に行われた。1831年には、 ダブリン音楽祭に招聘されたほか、1832年から翌年にかけて、妻とスイスイタリアに長期旅行。ここでは、最後のピアノ競奏曲、第9番アップ177、最後のピアノソナタ、アップ176、最後の弦楽四重奏曲、ウーウ48などを作曲した。1836年から1837年5月に、 かけては、パリ、コンセルバトワールでの演奏会、ロンドン、フィルハーモニック協会での演奏会、アーヘン、ニーダーライン音楽祭をめぐるハードな予定をこなった。しかし、一方で、前世紀には、非常に多作であった筆は、晩年に至るにつれあや陰りを見せていった。1829年に末娘を失った強い、精神的打撃は1年近く彼をさませ、1832年の、 手紙には音楽出版社との関係が芳しくないという言葉も見られる。ピアニストの世代交代や出版作品の大衆化という1830年代以降の新たな潮流の中で彼の作風はシューマンなど一部の若い世代から支持される一方、芸術的にも商業的にも最前線からは徐々に退いていったと言えるだろう。40代よりわずらった理由待ちにより、 ピアニストとしての活動も減少し、妻の持病も不安の種であった。それでも、リースの名声は1838年1月13日の死に至るまで持ちこたえた。死の前年には、ヨハン・ネーポムク・シェルブレの後を継いで、フランクフルトの合唱団体である、チェチーリア教会音楽監督の地位を得ている。また、ベートーベンの弟子という肩書きは、 青年期から人生の最後まで彼に大きな役目を与え続け、彼自身もそれに積極的に応え続けた。ボンのベートーベン像混流計画、1845年に完成にも協力し、チャリティー演奏会を企画。晩年には友人のベーゲラーと共にルートビヒマンベートーベンに関する覚書を収した。残存するベーゲラー宛ての最後の手紙には、 死の病に苦しむ様子に続き、覚え書きに関する膨大な補足が書かれている。前年まで、精力的に活動していたリースの死は、人々を驚かせた。1838年1月13日の死以降、ケルン、ボン、アーヘンなどの各地で、追悼演奏会が催された。また、メンデルスゾーンが指揮を取ったその年のニーダーライン、音楽祭では、 初日の一番目のプログラムとして、リースの公共曲第二番が演奏された。だが、それ以降、彼の作品は急速に世の中から忘れ去られた。一見するとベートーベンの模倣と取られ兼ねない作風や、生前すでに時代の流行から遅れ始めていた作品傾向、また教育に熱心ではなく後継者を持つに至らなかったことなど、複数の要因が考えられる。 フェルディナントリースの名は、重要な音楽家の一人としてではなく、ベートーヴェンの電気資料の執筆者、及びその電気内の登場人物としてのみ、音楽史にとどまることになった。彼の作品が再び日の目を見るのは、1990年代以降である。CPO レーベルで、公共曲全集、泣き刺すレーベルで、ピアノ競争曲全集およびピアノソナタ全集の録音が完結したほか、 ピアノ曲、室内楽、オペラ、オラトリオなどの多くのジャンルの録音が行われるようになった。研究は、セシルヒルによる1980年代の一連の成果が今日でも最も重要であるが、2008年には新たにフェルディナント・リース協会が創設され、ウェブサイトでの情報提供や、起用の出版を行っている。また、マッテー、フーベルトの息子が創設したリース&、 エルラー社では、近年、リースや、リースや一族の多数の楽譜や、起用の出版を行っている。ルートビヒバン・ベートーベンに関する覚書は、フランツ・ゲルハルト・ベーゲラーとリースの協調による、回想録である。主に1837年に執筆され、1838年に、出版された。リースの父のフランツ・アントンに検定されている。 ベーゲラーが羊及び幼少期から青年期までのベートーベンのエピソード、リースがウィーンでの指定生活のエピソードを綴っている。前者が概ね変年体であるのに対し、後者はリース自身の記憶に現れた順序で書かれており、スタイルには大きな相違が見られる。両者とも年代や細部の記憶違い、 内し誇張と推測される部分が散見されるが、それらの問題は、後年の研究により、多くが訂正されており、今日に至るまで貴重な資料とみなされている。ベートーベンに関するエピソードとして、非常に有名な散歩中に、笛の音を聞き取ることができなかった、英雄公共局のナポレオンへの拳字を破り捨てた、などは、この覚書のリースの執筆箇所を出典としたもので、ある。 リースが1838年1月13日に救世したため、ベイゲラーによる序文はリースへの追悼の意が強く、込められた内容となっている。また、リースの執筆部分には、ベイゲラーによる注釈が添えられている。リースは、故郷のラインラント、ウィーン、ロンドンなどで、多くの同時代の人物と、交友関係を持った。手紙から伺える印象について、 県産者のセシルヒルは、温厚で、人間味があり、高い教養があり、注意深く、世才にたけ、すべてにおいて、分別のある男と述べている。また、ベーゲラーは、覚え書きの序文にて、彼のことを、嘘偽りのない、極めて気立ての良い人間と描写している。親族、リースは11人兄弟の長子であり、定枚のうち9人は成人している。以下は、主な3人である。 リースと妻の間には4人の子供が生まれた。唯一の男子であるフェルデンナント・ジェームスが24歳で溶接したため、リース制の直系の子孫は途絶えている。音楽関係者、リースは、天令音楽を除く多くのジャンルにわたって、約300曲の作品を残した。ここでは、主要作品をびすでに録音がある作品を、ジャンル別に記す。括弧内は、 作曲年である。なお、リースの作品に関しては、以下の2点に関して注意が必要である。作品番号、アップの順序が、作曲年代順と大きく異なる点。競争曲やそなたに関して、複数ジャンルにまたがって番号を付けている。点、例、競争曲第1番は、バイオリン競争曲。競争曲第2番は、ピアノ競争曲。なお、 そなたの番号は今日用いられることが少ないため、本校では省略した。ディースのオーケストラ作品は、そのほとんどが、ロンドンフィルハーモニック協会やニーダーライン音楽祭などでの演奏を念頭に書かれており、初演に際しては、本人が補助式ない詩式を凍っている。公共曲が全8曲ある。CPO レーベルに公共曲、序曲の録音がある。 ピアノ競争曲は8曲あり、リースの代表作かつ、初期ロマン派の典型的作品として取り上げられることが多い。とりわけ第3番は、1810年代、20年代において、非常によく知られた作品であり、ショパンの青年期の手紙にも言及がある。泣きさすレーベルに録音がある。室内落作品は、リースの全生涯にわたって書かれた。 ピアノと独奏楽器のソナタ約50曲、弦楽四重奏曲26曲、弦楽五重奏曲6曲、フルート四重奏曲6曲、ピアノ五重奏曲5曲など、多数の作品がある。この分野の録音は比較的多く、チェロソナタアップ20、クラリネット三重奏曲アップ28は特に人気が高い。ピアノ作品は、 リースの作品群の中核といえるジャンルである。2手のピアノ・ソナタソナチネ作品は15曲、4手のピアノ・ソナタソナチネ作品は3曲あり、泣き刺すレーベルで全曲が録音されている。その他、多数の部曲、行進曲、幻想曲、ディベルティメント、変奏曲、ロンドなどがあるが、これらの録音は少ない。オペラ、オラトリオといった大規模な声楽作品は、 リースの晩年10年間に書か,かれ、その多くが自身の指揮により初演されている。盗賊の花嫁全幕、リスカ、またはギレンシュテーンの魔女序曲、及び2つのオラトリオ作品は CPO レーベルに録音がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。